魔法の杖紹介、ジニー・ウィーズリー。一位の木でできた持ち手が螺旋を描く美しい杖です。オリバンダーが作ったもので、残念ながら長さや芯の素材は不明です。一位の木は杖の材木としては珍しい部類で、ボルデモートも一位の木でできた杖を使っていました。一位の木でできた杖を持つ者は類稀なる力を持つと言われており、決して凡人を所有者には選ばないそうです。3ヶ月たったの199円。読書の秋に電子書籍で原作のハリポタを読んでみませんか？キャンペーン情報はコメント欄からどうぞ。